はい、おはようございます。というかこんにちは。本日もカザーは快晴でございます。午後スラロームトレーニング、はい、ファーストコース、小野里選手一歩目優雅に流していますね。今日から白馬少年に入ります。はい、順平一歩目、おい、今日は新潟チームのセットです。最高です。おい、そんなじゃないよ、入れるよ。はい、カレン2本目、エッジが外れないと言い訳をしてますが、確かに引っかかりますが、うちは常にピンピンなんです、エッジは。はい、秋山さん、いいですよ。はい、順平2本目、ヘアピンとコンビネーションにポジション後ろのまんま入って、なおかつ起こされちゃうから板動かなくなっちゃうんだよ、順平。はい、ね、ヘアピンコンビネーションに入る前にきちんと入る準備をして、こういうところも準備をして、2個目3個目コンコン、2個目を強くいけるようにターンしないと。はい、小野里選手3本目、足を離さないで、その手何なんだ。シューです、お願いします。はい、ちょっと待ってて。上は初速がねえからか、漕ぎが足んないんですね、ああいう動きになるってことは。はい、順平3本目、もうちょっと真横じゃないけど、コン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 ね、コンゴンコンゴンね、奥のポールをしっかりと強いターンができるように。あららららら、あれはヘアピンの入り方ですね。ヘアピンじゃない、スルーの。はい、カレン4本目ラスト。確かに雪は引っかかります、珍しく、カザーにしては珍しく引っかかる雪ですが、関係ありません、ポジションが後ろなんです、板が動かないのは。トップから入れれば動きます、最高です、カザースのエリア様。順平4本目、順平ちゃん次糸島に行きます、お願いします。よし、ポジションは良くなったぞ、問題は、はい、はい、ここする、どうやっていく、お勉強しました、学びました。あれもストレートもちょっと起こされてるよ、順平ちゃん。3個目を強く当たれるように。はい、2本目、もう一回練習し直しの、はい、あ、足首入るようになってるな、でも、もう内足首すごい意識してるな。はい、大高くん。今年のリッチマン、お願いします。はい、そうするか。上がらないようにね。下に出てくれるように。後ろだ。あ、ね、どうしよう、行きます、今。あまりこう、ランナー出ないのね。はい。シダラです、お願いします。シダラさん、両スネしっかり当てといて。はい、シダラさん。なんで体から行く。そう。うん、スネとブーツはいい。もうちょいスキー振らないでいけると思うけどな、シダラさん。左外足ちょっとダメだ、これ。内側に入りすぎ。はい、亜美ちゃん、両手しっかり前に出して、元気にスキーの上で上下に動きながら行くぞ。はい、OK。 OK です、お願いします。
はい、秋山さん、頭の位置内側に入れないようにと、圧を抜かないように下まで圧をずっと溜め続けながら行くイメージで行きましょう。はい、ちょっと待ってくださいね。いいね、昨日の続きでいいね。シュです、お願いします。シュー、いいか、内側に体寄せていかないように注意しろよ。で、一定のスペース、谷回り、荷重のスペースをキープした状態で滑ることね。はい、スタートいいよ、オッケー。はい、シュー、2本目。中島です、お願いします。はい、中島さん、膝の向きしっかりターン方向に両膝向けるように意識してくださいね。あとラインが縦縦になりすぎてアンダーに出ないように注意してください。はい、ちょっと待ってくださいね。なんでもクローチングでスキー振るんだよ。はい、中島さん、 OK。 空、いいか、両スキーをしっかり外側に動かして、動かした結果角付けがされるっていう感じで、面をしっかり使ってね、この前も話をしたけど、両方のスキーの面を使って角付けをしていくように意識ね。はいよ。はい、こちらは準備完了です。はい、市川さんはとにかく上半身が被らないように注意してくださいね。はい、ちょっと待ってください。遅い、面使うのが。はい、市川さん、 OK。 カレンです、お願いします。はい、カレンね、滑りがいいのはもう分かってんだから、あとはもう細かい修正いろいろしていかないとだよ。上半身ね、力が入って前にかぶったりはしないようにね。足元の動きはいいよ。ライン取りもいつもの感じでしっかり意識してよ。はいよ。はい、外スキーから動かすように意識してくださいね。はい、はい、カレン、もうちょい打ち越し高くしよう。内藤だお前。お、瞳取っとくか、我が後輩。準備いきます、お願いします。いい、スキーの向きが下に向いたら荷重、いい、スキーの向きが下に向いてから荷重、慌てないで荷重してきて、いい、そうするとスキーの向きがさ、あの横向きにならないで来れるから、スキーの向きが下に向いてきたら一気に。中島さんね、カレンに続いてすぐ出ちゃったから、後で言います。また見てます。了解、お願いします。矢野さんですか。です。矢野さん、頭内側に入れてこないようにしっかり外スキーの、はい、スピード出して間違わないように来てください。矢野さん、おい、こんな、なんで。あー、もう分かんなくなった。あー、迷子。あー、あ
はい、ゆう3本目。切り替え越しましたね。それじゃ上に行ってるわけだ。はい。おい、体回りすぎ、お前これは。大高です、お願いします。大高さん、ちょっと体後ろになってますね。もうちょい前にお尻を上げながら、前方向にお尻の位置持っていきながら切り替えていくように意識しましょう。一回お願いします。少しありです。少しアンダーの次、タイミングオーバー。はい。そうです。3、4チームいますね。おー。はい、シダラさん。おー、なんだなんだ。びっくりした。俺も見てなかった。やっぱそこが苦しかったんだね。お、いい。さあ、まずはしっかり荷重をしてフラッグの後ろ側に入っていくっていうところしっかり意識して、ただただラインが上がるんじゃなくて踏み込んでフラッグの後ろに入っていく。で、緩斜面もね、少し振り幅があるからしっかり谷回りのスペースキープするように意識してよ。はい、ちょっと待ってて。はい。おー、スピード上がってきたよ。はい、ハル。はい、秋山さん、頭の位置は OK。 もうちょっと圧を抜かないようにいきたいですね。もうちょっと圧を抜かないように。はい、ちょっと待ってください。はい、シューさん、お願いします。シュー、ちょっとエッジングが急激すぎだ。ちゃんと足場を作って、足場ってわかるか、外スキーの足場を作って、その足場を外さないように行きなさい。その足場に向かって押していくように意識してごらん。はいよ。はい、長谷川です、お願いします。中島さん、もうちょっと谷回りのスペースが欲しいです。荷重するスペースが欲しいです。ちょっとあのスペースいっぱいいっぱいになってるので、もうちょっとしっかりスペース取って行ってください。はい、ちょっと待ってください。何でもそのスキーずらす、頭入れない内側に。はい、中島さん、 OK。 違うよ、いい。自分の体よりも下方向に足場作ってってるから、自分の体の斜め後ろに足場作るぐらいの気持ちで行ってごらん。ちょっと遅いぞ、ワンタイミング遅い全部。はい、はい、スタートいいよ。今日は準備完了です。今日はこれでフォローしました。あとはフリーで立てます。はい、了解です。ちょっと待ってください。はい、市川さん、 OK。 で、頭内側入れてっちゃダメなのよ、そらこれで。はい、お前右外側乗れてないよ。右外側内藤気味になってるよ。バリエーションでしっかり確認して。はい、はい、ちょっと待ってね、ビデオ撮ってるから。間に広島さんが入ります。はい、 OK、 スタート。間開けます。はい、了解。中島さん、内側に傾かないようにしっかり外傾取りながら行ってくださいね。このやめてく方向なんだな、まあ、よく乗れてるけど。おい、はい、OK。
オッケー、今ぐらいスキーの向きが下に向いてから踏み込んでいこう。どう今滑った感じ？自分なりできました。うん、そうだね。あの順平レッスンなし、コールのみです。どうぞ。いいね。はい、ユース整備後。はい。それから切り込み方の切り込み方。腰をちょっとあの後ろに持って入っても入っておいたな。はい。うん。はい、矢野さん、頭の位置と腰の向きの整体しっかり意識しながら行ってください。はい、ちょっと待ってください。あー、スペースがない。谷回りのスペースが。はい、矢野さん、 OK。矢野さん、お願いします。いや、少し右側に近づいてくるのもちゃんと、いいね、前が入ってくるところね、腰が近づいてくるんだよ。はい。前半が近づいてくるのは、前半が近づいてくるの。はい。春、いいか。両スキーの面をしっかり使って、外側にスキー動かせよ。動かした結果、足場ができていく。そんな意識ね。で、内足が立ちっぱなしは絶対ダメ。内足もしっかり使いながら、面使いながら外に出していくよ。離しすぎるとバランス崩すからね。そこ注意して。はい。ちょっと待ってて。中京大学。中山です。お願いします。はい、秋山さん。秋山さん、圧を抜かないためにはやっぱり真上にピョコピョコは絶対立ち上がらないように、前方向に立ち上がるように意識していきましょうね。はい、ちょっと待ってください。はい、 OK。 足場に向かってしっかり押してね、スキーたわましていく意識、ど真ん中からスキーをたわましてくるような意識で滑ってみようか。はい、ちょっと待ってね。はい。はい、オッケー。中島です、お願いします。はい、中島さん、全体的に谷回りのスペースがやっぱりなくなってきてるので、しっかりスペースをキープしながら行きましょうね。はい、ちょっと待ってください。頭内側入れてきてるからだな。はい、オッケー。石田です。お願いします。石田さん、頭の位置、さっき非常に良くなってます。左外側の時ね。あとは、内足。ちょっと、もうちょっと引きながら滑ってほしいかなと思います。少し前に出てきて前後差出てきてるんで、内足引くことで、から右外側内倒しようしないようにと、あとはターンやめて切り替えていく方向ね。体はぶん投げちゃダメだけれども、方向はトップ方向じゃないからね。ゆっくり前方向にお尻上げていくように意識ね。はい、ちょっと待って。はい、カレン、いいよ。お願いします。そら、頭が内側に入っていくような滑りだと、やっぱり外スキーのグリップ感なくなっちゃうから、頭はそのまま下げていくような感じでね、滑ってみようか。はい、ちょっと待って。はい。あ、さっきよりはいい。
はい、空いいよ。肩のライン、腰のラインしっかりキープでいきますからね。はい、ちょっと待ってください。よし、さっきよりいいよ。はい、中島さん OK。 スキーの向きがさっきから言ってるけれども、下向きに変わってから荷重ね、いい、思いっきり踏み込んでごらん。そうするとフラッグの後ろっかにグンと入っていけるからね。慌てて足元だけで絶対返さないように注意して。はい、ちょっと待ってね。はい、はい、 OK。 はい、順平整備ゴー。いいね、スキーが下に向いてから荷重。そう、はい、ユー、お願いします。春、角ばっかり立てていくとさっきみたいに動けなくなっちゃうんだぞ。しっかり面使って前半作るよ。はい、中学生高校生になってくるともっと抜け早いよ。じゃあ中学生ですよ。高校生、高校生は行きます、お願いします。抜けが早い。はい、そら、スキーの方向をしっかりターン方向に向けながら入っていくようにね。いい、山回りが長くなっちゃうの論外よ。はい、もう一回。大阪です。はい、ちょっと待ってください。はい、大高さん OK。 ちゃんと足元からちゃんと返してフラット作って次の角をしっかり立ててってごらん、はい、OK。 はい、石原さんちょっと待っててください。はい、シャラさん、しっかり内足使っていきましょうね。頭内側入れないように、ちょっとスペースやっぱり取らないと、やっぱ苦しくなっちゃいますよね。スキーの向きがちゃんとターン方向を向きながら入っていくように意識してください。はい、行きましょう。ポジション後ろだから外れてんだよ。いいよ。はい。お願いします。シューです、お願いします。はい、シューね、シューもポールに当たる頃には必ずスキーの向きがターン方向を向いてるように意識しろよ。 OK。 そこスキーが下に向いちゃったらちょっと論外だよ。いい、山回りばっか後半ばっか長くなってっちゃうから。それじゃ分かった。はい、ちょっと待ってね。準備いきます、お願いします。オッケー、準備、ヘアピンコンビネーション、ポジション戻してから来い。いいよ。はい、シュースタート、オッケー。腰なり行きます、お願いします。はい、腰なり、さっき行ったことね。はい、はい、ユー、3本目。いいね。春行きます、お願いします。詰まってる。はい、ちょっと待って。
春。さあ行きます。お願いします。いいね。はい、ソラ。同じミス何回もしないよ。振り幅多いところ分かってんだから、そこはしっかり面使って一個外側通ってくるぐらいの気持ちで滑ってきて。はいよ。はい。はい、ソラ。大阪です。お願いします。出た、また。はい、ちょっと待ってください。なお前ポールの内側入れてないからじゃないの、それ。ポールが目の前に来るからじゃない、それ。違う、違う。入る入る。はい、しだらさん、ちょっと待ってください。でも一回整備ね、そら。もう良くなった、さっきより。はい、しだらさん、オッケー。はい、です、お願いします。はい、もう少し落下のスピード出してくださいね。いいですか。はい、足遠くしないで、この間教えたけど、体の真下で、膝の返しだけでいけると思う。エッジングして。シューです、お願いします。はい、ちょっと待ってて。はい、シューオッケーよ。頭の位置、はい、あんま内側に入れないように注意。はい、はい、一回整備です。はい、一回整備で。はい、いいね。ちょっと行きます、お願いします。いいよ、準備。ヘアピンコンビネーションのね、奥のホール1コマンの2個目とか3個目を強く固めるようにするんだよ。お2個目、オッケー。はい。